皆さんご機嫌いかがですか。釣り系 VTuber テキサスライトです。もうね、本当は釣り行っちゃおうかなと思ってたんですけど、いつも利根川にアクセスする公園がついに封鎖されちゃいまして、もうこんな時はね、家で釣り具いじるしかないかなと思って、部屋の中にねカヤック入れちゃうとこんな感じになっちゃいました。クローゼット突き破っちゃいましたね。やはりね、家の中にカヤックを持ち込むのはちょっと無理がありますね。ということでね、VTuber で何か語っていこうかなと思います。でカヤックといえば、これからねカヤックフィッシングに挑戦していこうかなと思ってる方いるかなと思うんで、ちょっとねその説明をしようかなと思いました。ズバリバス釣りカヤック講座花王編お届けしたいなと思います。どんな内容でやっていこうかなと思いましてですね、メニューを考えました。なぜカヤックでバス釣りをするのか、結構理由いろいろあると思うんですが、語っていこうかなと思ってます。そしてどんなカヤックがいいの、いくつか種類があって、結構ね初めて買う人って悩んじゃうと思うんで、簡単に説明できたらなと思います。そしてどうやって釣るの、カヤックだとこういうとこがメリットあるよとかいろいろあると思うんで、後ほどねそこの説明をしていきたいなと思います。そしてね、最後にねまとめを入れていこうかなと思ってます。では一つ目のトピック、なぜカヤックでバス釣りなんですけども、僕ね結構もちろんおかっぱりから釣り始めて、手漕ぎのねゴムボートをまず乗って、そして、アルミボート昔持ってたんですよ。でアルミボートをやって、なんかちょっとねめんどくさくなっちゃってやんなくなっちゃって、でもやっぱまた釣りしたくなっちゃったみたいな感じでフローター始めて、今カヤックにたどり着いたって感じで、一番なんか多分ねカヤックが向いてるかなと、一番ハマってる感じがしますね。でその辺の説明していけたらなと思うんですけども、なぜカヤックでバス釣りするかっていう話だと思うんですが、ズバリねこういうことだと思います。いいポイントに行けるから、これですよね。すごいね、奥の方にいいカバーが見えたりしたら期待じゃないですか。それがやっぱね、乗り物を使って釣りをするら一番のメリットかなと思います。で水遊びの乗り物ってやっぱ危ないんじゃないかっていう意見もあると思うんですけども、陸移動よりもですね、実は水面を移動した方が、安全っていうのはありますよね。結構テトラポッドの上をこう歩いて釣りしたりするとやっぱ危ないじゃないですか。とか、すごいね、崖をやぶこぎして、釣り場にアクセスしなきゃいけないっていうのはね、あったりすると思うんですけども、水面を移動する分には、もうスーッとね、もう平らなところを移動するだけなんで、そんなにね、実は危なくないと。あとは、陸移動とかしてて、バラ系の植物って、トゲがついてたりして、腕とか、なんかすごいね、切り傷とか、できちゃったりするんですけども、そういうのもないんで、ポイントをね、いくつか移動したいんだったら、実はカヤックで釣りをするっていうのは、そんなに危なくないっていうメリットはあります。じゃあ、ボートでいいじゃんとかありますよね。で、僕実際ボート持ってたんですけど、なかなかちょっと釣りに行かなくなっちゃって、利用したいという方にね、ボート譲ったんですけども、じゃあなぜまたカヤックに戻ってきたかっていうと、つまりこういうことなんですね。で、アルミボートって、すごいね、時間がかかるんですよ。であとね、メンテ、エンジンの、ツーストのエンジンだったら、混合ガソリン、オイルと混ぜてガソリン作んなきゃいけなかったりとか、バッテリーですよね。ボイジャーとか、ああいうバッテリーを、充電しなきゃいけないと。で、あのタイプのディープサイクルバッテリーって、結構ね、あんま使い切っちゃうと、もう次使えなくなっちゃったりとかして、細かく充電しなきゃいけなかったりとか、メンテナンス、きちんとしなきゃいけないっていう手間があったりします。で、そもそもね、ボート10フィートぐらいあると、車に乗せなきゃいけないっていうのにね、結構のんびりやっちゃうと30分かかっちゃう。で、釣り場に到着してまたボート作るのにのんびりやっちゃって30分かかっちゃうと。釣りが終わって、またのんびり片付けて30分かかって、また家に帰ってきて、30分かけて、またボートをしまうっていうね。結局、それ30分かけ4回で2時間。そういうのがね、できる人とできない人で分かれちゃって、僕多分できない人だったんですよね。それでね、だんだん釣りに行かなくなっちゃって、で本当は釣りをするためにボートを持ってんのに、逆にね、めんどくさくなっちゃって釣り行かなくなっちゃうっていう、本末転倒なね、サイクルになっちゃって、それでアルミボートの方は使いたいという方にお譲りしたっていう感じです。でもね、やっぱね、一回その水面の上に出て釣りをする楽しみを覚えちゃいましたから、行きたくなっちゃって、フローターとか乗ってたんですけど、フローターはフローターでものすごいメリットあったんですね。ステルス性能というか、魚がね、結構気配を悟られずに
真横までついてきたりとか、あとポジションキープ、その風とか流れが多少あっても足ひれがねありますんで、自分のポジションをうまくコントロールしながら釣りができるってすごいメリットがあったんですけども、結構ね僕なんかいろんなポイント行きたくなっちゃうんですよ。行きたくなっちゃうんで、ちょっとスピードがねもう少し出てほしいなとずっと思ってて、それで、あ、カヤックフィッシングっていうのがあるよみたいなことをまあいろいろ聞いたりして、まあ、カヤック手に入れたんですね。そしたら、あ、これは素晴らしいなというのがあって、今カヤックにちょっとハマっちゃってます。そんなね、ちょっとカヤックのメリットをちょっといくつか紹介していきたいなと思います。まずこちら。意外と速い。そうなんです。エレキだったり、エンジンとかそういう動力がないですよ。人力ですよ。パドルをこう漕いでね、進むんですが、人力だけの乗り物にしては意外と速いんです。例えばね、これちょっとスピード比較なんですけども、フロートボートありますよね。で、あれにエレキつけて、だいたい4キロからまあ6キロぐらい。まあその何をね、持ち込むかによってちょっとスピード変わってくると思うんですけど、それぐらいの速さだと思うんですね。で、カヤック。これね、普通に漕いでだいたい4キロは多分出ますね。で、ちょっとガチ動きすると7キロ。まあ、もっとね、速い形のカヤックだったり、パドル上手い人だったら、まあ、10キロぐらいもね、出るんですけども、まあ、大体これぐらいの速さはカヤック出ます。で、まあ、エンジンね。エンジン、アルミボートに例えばエンジン2馬力の旋回機つけちゃうと、8キロから12キロぐらい、まあ、スピードが出ます。これがまあ、多分一番ね、この、まあ、いわゆる無免許クラスで言うと、一番、早いギアかなとは思いますが、でもそもそも見てください、これ。スピードの差なんてね、5キロぐらいしか変わんないわけですよ。で、その中で、ね、じゃあなぜカヤックいいかっていうとね、カヤックってやっぱね、前を向いて走って人力で動くっていうところはね、すごいね、やっぱ気持ちいいので、おすすめできるポイントかなというふうに思ってます。あとね、体使ってね、こう、遊ぶスポーツなんで、魚が釣れなくてもね、意外と楽しいんですよ。水辺でカヤック漕いでたら結構ね、このカワセミとか結構いますよ。あ、なんか綺麗な色だなみたいな感じで、ね、思ったり、あとはね、なんかインレットとかなんかすごいね、綺麗なとことかあったりするんで、そういうの見てね、心が洗われるようなね、気分になれたりするんで、まあ、魚が釣れなくても楽しいっていうところをおすすめしたいなと思ってます。で、次のポイント、こちら。意外と金がね、かかんないです。カヤックね、一回買っちゃうとね、そんなにね、お金あんまバンバンかけなくても、なんとかやっていけてるなっていう実感はあります。あ、もちろんね、パドルをカーボンにしたりとか、そういうのね、しだしちゃうと、結構お金いっちゃうんですけど、まあ、普通にね、バス釣りを楽しんでる分には、大きな買い物はね、一回買ってからは、そんな発生してないんで、まあまあお財布に優しいですよ。まあ、業界にとってね、それがいいのかどうか、ちょっとあれですけどね、業界を活性化させるためにはね、もっとね、なんか2年ぐらいで何か買い替えがね、活性化していくっていうサイクル作んなきゃいけないなとは思うんですけども、まあ、それはね、業界の人が考えればいいかなと思うんで、頑張ってください。どんぐらいじゃ金かかんないかっていうちょっと比較ですけどもね、例えばね、ワールドシャウラとステラを買ったら、これ10万吹っ飛んじゃいますよ。流行りの10万円多分吹っ飛んじゃう金額です。なんですが、カヤックのね、まあ、基本的なセット。まず本体、パドル、ライフジャケット。これをね、3つを足しても、まあ、物にももちろんよりますが、10万切れます。10万切って十分手に入りますから。この初期投資だけ見ても、まあ、お金かかんないっていうの伝わりました。仮にね、10万手に入ってね。まあ、こんな時代ですから、生活補助にね、使いたいっていう人もちろんいらっしゃると思うんですけども、そうじゃなくて、あ、なんか結構、ラッキーみたいな感じで思ってる方はね、思い切ってね、ここはね、カヤックにね、投資してみるのもありかなーなんて、思ってます。じゃあ、何を買うか、どんなカヤックがいいのかっていうのをちょっと説明していきますね。まあ、ざっくりね、こんな区分けでちょっと紹介していきます。まず、シットオントップっていうタイプ。そしてシットインっていうタイプで、インフレータブルっていうね、空気で膨らますタイプ、そしてフォールディングカヤック、これね、ファルトとかいう言い方をする方もいらっしゃるんですけども、組み立てるやつですね。アルミのパイプをこう組み立ててって、まあ後からこうカヤックの側をはめていくタイプ。あとはサップ、これね、ちょっとまあカヤック講座って言いながらね、サップを登場させるのどうかなとも思うんですけども、まあ、パドルスポーツとしてね、共通点いっぱいあるんで、
まあ、あえてサップも選んでみました。じゃあ個別にね、ちょっと紹介していきましょう。まず、シットオントップっていうタイプ。これはね、足元はね、こうオープンになってて、開放的な感じのタイプのカヤックですね。で、釣りには、一般的にはこのシットオントップっていうね、カヤックがね、一番まあ向いてると言われてます。なんで向いてるかっていうと、これね、水バシャって被っちゃっても、スカッパーホールっていうね、水が抜けるところがあって、水が船のね、そこからこう抜けていく構造になってるんですよ。なので、結構転覆しちゃっても、まあ、また起こしてね、再乗船すれば、簡単にね、復帰できたりとか、まあ、オープンになってますから、足元全部ね、上オープンになってますから、釣り具をね、たくさん置けるっていうメリットがあります。それとね、釣りしてるとなんか魚探をつけたりとか、ロッドホルダーつけたりとか、ね、なんかいろいろ改造したくなっちゃうんですけども、まあ、基本的にいろんなね、位置にレールがついてたりとか、まあ、自分でね、穴を開けて、道具を止める、ための部品をつけたりとかできますので、まあそういう楽しみ方ができるっていうので、まあパーツもね、一番このシットオントップ向けに結構発売もされているので、ね、釣りには一番向いてるかなと。で、まああと海にね、行った時も、このシットオントップのタイプだと、まあ、海だと波風結構立ちますけども、割とね、そういう状況でも釣りがしやすい構造になってます。続いて、シットインっていうタイプなんですけども、一般的に皆さんがお持ちのそのカヤックっていうイメージに近い形してると思うんですよね。こう足元が隠れててみたいな、そういうタイプです。まさにね、シットインっていう言葉通りに、まあ、座って中に入っていくみたいな感じで、すごいね、コックピットに入ってるなっていう感じがすごいするんですよ。まあ、F1 だったりとかね、戦闘機とかになんか乗ってるような気分で、なんか一体化して自分のねそのテンションがね、なんか乗り物に乗ってるなっていう感じがして、僕はシットインタイプも好きですよ。で、まあ、さっきのねシットオンと比較すると、シットインの方がね構造的に、まあ、同じサイズだとしたらちょっとね重量がやっぱ軽いです。軽いっていうのはねすごいボディーブローのように実は効いてきて、釣り場に行くまでの移動だったりとかね、まあ、あと乗っててもその軽いっていうのが長距離をね移動した時にやっぱメリットとしてね現れてきますので、まあ、軽さっていうのはね一つ意識するといろんな船を選ぶ上でね判断の材料になると思いますので、一つ覚えておいていただければと思います。で、次がインフレータブルタイプのカヤックですね。で、これは空気を入れて膨らましてカヤックの形にしていくっていうタイプのカヤックです。なので、畳めばですね非常にちっちゃくなって家の押し入れとかにねポンと入れておけるっていうのが一番のメリットかなと思います。で、先ほど紹介したね硬い素材でできているシットインとかシットオンのタイプよりは空気でね膨らましている構造なので非常にやっぱ軽いですね。空気でね膨らましているので非常にね乗り心地が、まあ、いわゆるねエアーベッドというかね気持ちいいですね。ただねその空気でね膨らましている手前軽いので風にねちょっと弱いっていう側面がありますね。風がヒュッと吹いてくるとちょっとやっぱその風にね船体をこう持っていかれるっていう感じは正直あります。あんまねなのでね海とかそういう広い場所での使用には正直あんま向かないかなと思ってます。で、折りたためるタイプこの後ね紹介するんですけども、ホールディングタイプのカヤックも折りたためてちっちゃくなるんですけども、値段がねそのホールディングタイプに比べれば相当インフレータブルタイプのカヤックの方がお安く済むっていうのもメリットとして挙げときます。で、続きましてホールディング、こちらはねインフレータブルと一緒で、まあ折りたためるっていうのは大きなメリットでございますが、同じ多分船体の長さに対して重量はホールディングカヤックの方がさらに軽いイメージがありますね。で、かつだからインフレータブルは結局ねこう空気で膨らましているので全体のねこの硬さっていうのはちょっと足りないんですよ。なのでいわゆるね、重量自体は軽いんですけど、こう水を切っていくその背骨部分っていうんですかね、まあキールとかそういう構造があるんですけども、そこがねインフレータブルには実はちょっと欠けてて、結構ねインフレータブルカヤックって船底が結構平らな感じになりがちなんですよ。ところがねホールディングカヤックはアルミのねパイプで丁寧にキールを作り出しているので十分な硬さがあって、水を切っていく構造としてかなり出来上がってますので、
船の構造としては非常によくできているカヤックです。まあ、それゆえかやっぱり値段がねどうしてもね高いんですよ。まあ、皆さんねこれ興味を持ったらこの後ねホームページとかでこうググったりすると思うんですけども、非常にね値段が高いです。勝ち組感がねちょっとありますよね。で初めにねこれを手に入れてカヤック楽しもうっていける人はもう全然こっから入っちゃっていいと思うんですけども、僕はねやっぱちょっと刻んじゃいましたね。インフレータブルカヤックから入ってシットオン買ってシットイン買ったみたいな感じでね、結局なんか冷静に考えたらねなんで初めからフォルティングカヤック買えたじゃんみたいな金額になっちゃってるんですけど、まあそれはね置いといて、やっぱねなんかカヤックのねちょっと勝ち組感があって絶対ねいつか買おうかなと思ってます。欲しいです。ウジタカヌーが欲しいです。さあそんな感じで次ご紹介するのはこちら、サップ、スタンダップパドル。これねまあ流行ってますよね割と。結構ね量販店とか行くと、まあ、これ押してんだなみたいな感じのね店のレイアウトになってるんで売れてんだろうなって感じはしますね。でまあ結構おしゃれスポーツとしてね、まあ、この上でヨガやってみたりとか、まあ、もう本当にエクササイズでやってみるみたいなね、そういう広がり方があるんで非常に人気がある乗り物かなと思います。もちろんねこれ釣り用も結構今充実してて、基本的に、ね、釣り用のやつは若干やっぱ大きいサイズのサップが多いですよね。であとやっぱクーラーボックスつけたりとかタックルつけたりするのがどうしてもね釣りの楽しみ方なので、そういうのをね取り付けられるような金具がついてたり、ロッドホルダーがね初めからついてるタイプもあったりして、ほんと欲しいですね。ちょっとこれ10万ちょっと入ったらこれいっちゃおうかなと思ったりもするんですけども、立てるんですよ、まあ、まずねメリットとしてスタンドアップっていうぐらいですから、立つことによってねできる釣りの選択肢がすごい広がってくると思うんですよ。僕はバス釣りなので立ってね釣りをするだけでこうフリップができたりとか長いロッドを持ち込んだりとかね、選択肢がすごい広がるんで欲しいっすね。で多くはねハードフロアタイプの素材を使っいわゆるねインフレータブルタイプのサップが一番流通してるかなと思うんですけども、折りたためますよね、結構ちっちゃいサイズになるので、これもね押し入れとかにしまっとけるっていうのは大きなメリットですね。でちょっとねそのタイプ別に整理しますと、ざっくりねこんな感じなんですけど、一軒家に住んでるとシットインシットオンタイプの、まあ、カチねカチカチのやつを持つのがいいんじゃないかなと思ったりしながら、マンションや、まあ、アパート等にお住まいの方はインフレータブルタイプや、まあ、サップ、金に余裕があればホールディングカヤックかなという感じがします。で勝手なイメージですけども、全然こんなことはないですよ、こんなことはないんですけども、まあ、庶民と金持ちで分けるとすると、まあね割と手に入りやすい感じのシットオンシットイン、そしてインフレータブルカヤックがあり、でサップなんかを境にホールディングカヤックですよね、高いですよねこれね、こんなのがあり、さらにね今紹介した中には入れてなかったんですけども、最近こう足漕ぎのタイプのカヤックがあるんですよ。こちらがねなかなかの値段がするんですけども、すごいねスピードが出るんですよ。かつもうタイプにもよるんですけども、前進後進ができたりでラダーがついてるんで、片手でねこう操作しながら細かいポジションキープができるんじゃないかなと思ってたりするんですけど、いつかね手に入れたいなと思いつつも、実はねそういう機能もりもりになっちゃってるんで、重量がねどうしても気になるんですよね。だいたい35キロ以上確かありますよね、重いのになると40何キロとかそういう重量になってくるんで、僕がねアルミボートを手放した時のようにやっぱね重さがね結構ねある乗り物はなんだかんだ億劫になっていくっていうのがね個人的にはあるんで、仮にねすごいお金が手に入ったとしてもすぐ買っちゃうっていうことにはなんないかなっていう気がしますね。さあ釣りですよ、話を戻しましょう。どうやって釣るのっていうとこなんですけども、シンプルです、これは。
釣れそうなポイントに移動してそこでルアーを投げるということですね。それだけで正直いいと思いますね。でそんな時にねちょっと気をつけた方がいいのを上げるとすると、まあ、ディスタンスが大事。流行りのねディスタンス、今すごい流行ってますよね、ディスタンスがね。もちろんこう釣りにおいてもねディスタンスすごい大事で、カヤックね風とかでスーって流されちゃいますから、結構ポイントまで突っ込みがちなんですけども、そこはねグッと我慢して、ちょっとやっぱある程度ね距離を持っていくことが一番チョークアップにつながるかなと思います。もう一個挙げるとするとね、この釣り方一投目が非常に大事ですね。基本的にそのカヤックでね誰も行かないようなポイント行っちゃってますから、あんま擦れてないやつがいるんですよ。で、あんま擦れてないやつって結構ね雑に投げても1投目で釣れるんですが、2投目はねやっぱなかなか食ってこないですね。1投目にやっぱ怪しい動きが起こるんで、もしいればね魚がね、1投目非常に大事にすれば必ずゲットできると思いますので、気をつけて釣りしてもらえればと思います。で、こんな釣り方もありますよということで、流れに乗って釣るっていうことなんですけども、まあ、カヤックはね、こう移動する乗り物ですから、その場にね、留まって釣りをするっていうのは、正直あんま向かないのかなと思ってます。なんかアンカーをね、出し入れするっていうのは、メリットを殺しちゃうんじゃないかなと思って、思い切ってそれだったら、流れに乗って釣りをしていくっていうのが気持ちいいです、やっぱ。で、これやってみて分かったんですけど、やっぱ緩やかな流れのある川で釣りをする機会が非常に多いんですけども、流れにね、乗っていると、どういう風に流れが発生しているのかっていうのを感じることができるんですよ。これちょっとうまく説明できるかな。相対性理論とかの話に近いのかもしれないんですけども、流れに乗っていると流れが消えるんですよ。ああ、なんか余計わかんないね、この説明ね。パッてね、川を見た時って川流れてるじゃないですか。で、カヤックに乗って流れちゃうと、その流れが止まって見えるんですよ。いや、わかります。わかんないですよね。なんか時間が止まっちゃうような感覚があるんですよね。流れてると。世の中が流れてるみたいな感じになっちゃってきて、なんかね、流れが見えるんですよね。流れが見えるっていうのもおかしいな。流れの変化がつかめるんですよね。で、その流れの変化がつかめた時に、いわゆる反転流だったり、ここ流れがちょっと緩いなとか、そういうのが確認できるんですけども、そういうところが見つかれば、結構な確率で魚が集まってたりとか、ベートが流れ込んでるなっていう場所があるんですね。そこにやっぱりルアーを投げると、釣果がアップするみたいな。まあ、実際アップはしてないんですけどもね。説得力ないね。説得力ないな、これ。釣れる釣れないは別にして、なんかね、そういう変化を感じることができるっていうのが、カヤックフィッシングの魅力かなと思います。まとめるとね、流れの淀みを感じろということでございますね。そうなんです。流れのね、変化っていうのをね、感じ取る楽しみ。これ、カヤックフィッシングの楽しみの一つかなと、勝手に思ってたりします。で、はじめはね、巻き抵抗が少ないルアーを使うのがいいかなと思います。カヤック自体すごいね、軽いんで、抵抗の強いね、スピナーベイトのね、シングルブレードとか使うと、簡単にね、そのブレードの抵抗によってカヤック動いちゃうんですよ。で、ああいうタイプのルアーって、レンジキープとか結構肝じゃないですか。で、カヤック動いちゃうと、レンジキープすごいね、難しくなってくるんで、抵抗がね、少ないスティックベイトとか、ワームの軽いやつとかが、初めはね、おすすめかなと思います。でもね、慣れてきたら、そういうね、強い抵抗のルアーを使っても、ある程度ね、その自分のスピードとルアーの抵抗とのね、塩梅が分かってくると思うんで、それはそれでね、微妙な揺らぎを発生させることができるのかなとも思って、徐々にね、トライしていく楽しみももちろんありますんで。で、ロッドなんですけども、長さはバウからちょっと出るぐらいが使いやすいかなというふうに思ってます。っていうのが、実際こう魚が食いました。魚を近くに引き寄せた時に、船の下に潜っちゃうことって結
構あるんですね。その時にロット取り回さなきゃいけないんですけども、やっぱバウからねちょっと出るぐらいの長さがないとそのやり取りがすごい難しくなるかなと。あんま短すぎちゃうとこう潜っちゃった時にバウのね先にこうロットを回せないので、ある程度ね長さはあった方がいいかなと。まあその船体のね長さにもよるんですけども、だいたいね6フィートぐらいのロットが使いやすいのかなという感じがしますね。あんま長すぎると今度逆にね複数本ロットを持ち込んだ時にカバーがね多いエリアとかからこうカヤックを動かそうとしたりするときに邪魔になってくるんで、あんま長すぎるのもやめた方がいいかなと思ってます。なんで自分が乗るカヤックに乗ってシートに座ってみて一番楽な位置にロッドを置いたときにバウよりねちょっと先のところでうまく取り回しができるようなロッドの長さがいいかなーなんて思ったりもします。でもまあそういうねどんぐらいの長さのロットがいいのかっていうのを選ぶのもね、まあ、楽しみの一つですから、まずはねいろいろ試してみるのがいいかなと思います。ということで最後に僕が言いたいことまとめていきましょう。もうねもうカヤックフィッシングをねやって改めてね気づかされたことってあるんですよ。で日本これね今までずっと住んでたらなかなか気づきにくかったんですけども、あまりにもね水産資源が豊富な国なんだなっていうのをね気づかされます。水辺で遊べる最高の環境が揃ってる国なんだなと。これ遊ぶしかないですよね、もうそんなねいい環境に住んでたらね。なので僕はおすすめしますよ。これ仮にねこう10万手に入って余裕がねあればね、もうそれでもう早く行っちゃえってちょっと思っちゃいますね。もしねこのお話を聞いてちょっとでも興味を持たれましたらね、ワールドシャウラーステラーちょっと我慢してカヤックのね楽しみに投資してみるのもいかがかな、どうでしょうかっていうお話でした。という感じでねホームにステイしすぎてこんなお話しかできないんですけども、このお話を聞いてちょっとでも参考になりましたらぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは